はいどうも皆さんこんにちは、大原さんだよ、俺だよです。今回は OBS が最強ということでね、改めて気づいたので、もう OBS 最強の活用方法という釣りタイトルのことを今回はですね、 OBS の、まあ、こういうことができて最強だよっていうのを伝えていければなと思います。で、今俺はね、あの GeForce Experience、まあ、シャドープレイとかって言われるもので解説動画を撮ってるんですけど、このシャドープレイってあんまり悪く言うと、ちょっと将来もし万が一俺が地球が爆発するぐらいの確率で万が一有名になった時に NVIDIA から案件が来なくなると嫌なので、あんまり強く言えないんですけど、この GeForce Experience クソなんですよ。ちょっと癖があるんですね、かなり。はい。で、どういうところで、まあ、難点があるかっていうと、まあ大体自分の動画って10分とか長くて20分ぐらいで収めてはいるんですけど、10分の動画を上げるのに大体1時間ぐらい撮ってるんですよ。で、1時間撮ると音ずれとかがね発生するんですよ。例えば今こうやってピッてやるじゃん、ピッてやった後の10秒後ぐらいとかにピッてやるじゃんって聞こえるんですよ。まあね、そういう難点があったり、あとは、まあ、実況撮らない人でも、うわ、インスタントリプレイついてね、今めっちゃいいプレイ、もうラスだったのにとか、もう今ソルダもやったやんみたいなプレイとかも撮り逃すときってあるじゃないですか。やると思うんですよ。あるんですよ。でしかも、あの GeForce くんってアップデートすると、なんかマイクの設定が悪くなったりとか、あんまり悪いこと言いすぎると本当に何も来なくなりそうなので怖いので、ここら辺にしとくんですけど、まだまだ文句はあるんですけど、まあいろいろね、そういう癖があることだと思うんですよ。で、実は OBS もあのインスタントリプレイとかってあって、リプレイバッファって言われる、 OBS 内でそう言われてるものなんですけど、今回はそういうのの設定の仕方とか、あとは配信中にそういうリプレイを流したり、で、あとは録画の、まあ、一通りの設定方法とか解説できればなと思います。はい、もしよければここで一度番宣するんですが、チャンネル登録、高評価、コメント、シェアよろしくお願いします。ということで、OBS をもう入れたという体で話していきます。今回は、まあ、OBS の入れ方の説明してもそんなの知ってるよって方がね多いと思うんで、まあ、それかもうすでに OBS 知ってて入れてて使われてる方もいると思うんですけど、今回はですね、まあ一例として Apex でやっていきましょう。で、今日話すことは、録画の設定と方法、あとはリプレイの方法と配信中にリプレイを載せる方法で、あとはシーンチェンジ軽く説明できればなと思ってます。こういう感じで今、サブモニターの方に Apex の画面を映してるんですけど、まずは録画の設定を見ていただきますか。まあほとんど自分と同じ設定にしていただければ間違いない、言い過ぎ間違いないと思うので、まずはね、録画の設定を見ていただきます。録画の設定なんですけど、多分これ場所が違うんだよね、コントロール多分ここら辺にあると思うんですけど、こいつの設定を押してください。設定を押すとこんな感じで新しいタブが開くと思うんですけど、まずは録画の設定をするので、出力ここですね、出力モードを基本から詳細に変更してください。で、そしたらこのいろいろね、配信と録画と音声とリプレイバッファで分かれると思うんですけど、今回この中の録画に行っていただいて、種別は標準で大丈夫です。で、録画ファイルのパスってやつなんですけど、これは自分が録画したものを書き出したいフォルダを指定しておいてください。多分 MP4 で書き出した方がいいと思うんですよ、使い勝手がいいと思うんですよ。で、 MP4 で書き出すときって OBS ちょっと特徴的で、あの録画したものを書き出すときに MP4 じゃないもので撮って、それを MP4 に変換してくれるみたいな形になっているので、この録画ファイルのパスっていうのは、まあ、それなりに容量がある場所に設定するようにしましょう。で、エンコーダーはこの NVIDIA NVENC ってやつを使うのが一番いいんですけど、パソコンの環境によってはない人いると思うんで、その場合は X264 にしてください。まあ、ただグラボ積んでる方はこの H264 があると思うので、それを選択してください。
で、ここ一番重要っす。レート制御っていうのが、VBR ってやつにしていただければいいんですけど、これは違いがよくわからないですけど、一番大事なのはこのビットレートで、ビットレートが低いと FPS とかって結構場面の移り変わりとか視点の移動が、まあ普通のリアルの映像 Vlog とかで使う映像に比べたら多いじゃないですか。まああと素早かったりするじゃないですか。なので、そういうまあ視点移動が早かったりするゲームとか映像の場合ってビットレート上げないとフル HD なのに画質が悪く感じたりすると思うんですよ。まあその人のパソコン環境によって違うと思うんですけど、NVIDIA の場合はビットレートインスタントリプレイで5万5000とかで撮られてると思うんですけど、それを目安にして今回は6万にしてます。まあ自分が NVIDIA で撮ったやつを見て、例えばこれとかシャドープレイで撮ったやつなんですけど、その上で右クリックしていろいろ出てくると思うんですよ。こうやって開くとかデバイスキャストとか、この中のプロパティを押してもらって詳細を押します。そうするとビットレートが出てくると思うんですけど、ビットレートだいたいこれぐらいにすればまあいい感じになると思います。ただ YouTube が指定しているとか推奨しているビットレートが1万2000ぐらいなんで、まあちょっとパソコンのスペックと相談しつつそこは設定してください。でプリセットは MAX クオリティにしてれば間違いないんですけど、ここも、パソコンと相談してください。このプロファイルとかもね、まあ MAX クオリティはその名の通りです。 OK で、あとはここかな、映像基本の解像度とか、これはまあ配信もする方はいちいち変えなきゃいけないんでめんどくさいと思うんですけど、基本的に録画するときはフル HD がいいかなとは思います。あとは、フレームレートは60なり 59.94 なりにしてください。必ずこの縮小フィルターっていうのをランチョスにしましょう。で OK、 録画はこんな感じ。もう録画普通に録画開始を押して録画終了、まあある程度自分が撮ったなって思ったところまでやって録画終了を押せばこういう感じで、録画の最多重化っていうので今 MP4 に変換してるんですけど、これをしたことで、はい、こんな感じでこれが今録画したものになるんですけど、MKV と MP4 っていう2つがになってると思います。これがあのさっき言った最後に MP4 に変換してるよってことで、要は1つの録画に対して2つ分の容量を取るんですよ、 OBS で撮る際。なんであの容量があるフォルダにしてくださいっていうことを言ったんで、まあそこは気をつけてください。まあこんな感じ録画は。でまあ大本命のリプレイなんですけど、ちょっとねさっきもチラ見えしてたんでお察しな感じな方もいるかもしれませんが、もう一度設定を開いて、でまずは一般からこの出力の中の配信時に自動的にリプレイバッファーを開始をつけておくと、例えば Twitch とか YouTube とかで配信した時に、配信開始をした時にリプレイバッファーが勝手にパーって始まってくれるんで、これはチェックつけておくといいかもしれません。であとはまあリプレイバッファー、インスタントリプレイとかいつもつけ忘れちゃうんだよねって時は、この配信停止時にリプレイバッファーをアクティブにしておくっていうしておくと、まあ OBS 開いた時にもうすでにリプレイバッファー始まっている状態になってくれるんで、つけ忘れ多い方はここにチェックをつけておきましょう。はい、この一般の中はもう、設定はしなくて大丈夫です。そしたらまた、出力に行ってこの詳細の中のリプレイバッファーを選択します。あ、設定してない人はこのリプレイバッファーを有効にするっていうのがチェックがついてないと思うんで、チェックをつけていただいて、リプレイバッファーの中の最大リプレイ時間っていうのが設定できるようになってると思うんで、ここを任意の数字にしましょう。自分は2分にしてるんですけど、例えば配信で使うときって2分って長すぎると思うんですよ。あの2分前から要はリプレイ始まっちゃうんで、なので配信で使う場合はまあ10秒とか5秒とか、まあ、それぐらいでいいかなと思います。でどうやって使うやんって話なんですけど、設定を開いた状態で今度はホットキーを設定していきます。で絞り込みのところでリプレイって入れると、リプレイバッファー開始、リプレイバッファー停止、あとはリプレイ保存ってやつがあると思うんですけど、リプレイバッファー停止、開始も保存も全部、バインドした方が後々便利なので、普段自分がゲームやってて使わないキーを
設定してあげるようにしましょう。まあ、とりあえずリプレイ、インスタントリプレイ的なリプレイ機能を使いたいときはリプレイバッファー開始を押したら OK です。で、今めっちゃいいシーン撮れたわってなったら、リプレイバッファー保存のキーバインドを押します。自分の場合はナブバットさんなんでこういう感じなんですけど、多重化っていうのが終わると今度は MP4 だけで保存されてる状態になっていると思います。なんでリプレイバッファは MKV の形式で保存されないんでかなり便利な機能なのかなと思います。で、今リプレイバッファは5秒か10秒にした状態なんですけど、例えばうわこのトラッキング今めっちゃ良かったって時にリプレイバッファを一旦保存して、こう多重化、再多重化って出てくるじゃないですか。終わった後にこういう感じでリプレイを載せられる方法を解説していきたいと思います。このシーンチェンジと一緒にねリプレイを配信に載せる方法もあるので、今回は、そちらを最後に解説してこの動画を終わりたいなと思います。はい、そしたらですね、配信に今みたいなリプレイを載せるのにOBS のアドオンが必要になってきます。アドオンの URL 概要欄に貼っとくのでそこから飛んでくださいということでですね、まずはこのアドオンダウンロードしていきます。ダウンロードを押すとどれをダウンロードするんだいみたいに聞かれると思うんで、インストーラー .zip をダウンロードしましょう。ダウンロードしたらこのディレクターウォッチメディアインストール .exe ってやつが入ってると思うのでダブルクリックします。そうするとこういう感じでユーザー制御、アカウント制御か出てくるんで、はいを押して Ready to install でインストールをします。で終わったらフィニッシュ押します。本当にこれはすぐに終わると思うので待たなくて大丈夫です。そしたら OBS を起動していきます。ここ、普通はシーンってところに、まああまりカスタマイズされてない方はこのシーンしかないと思うんですけど、この左下のプラスを押してシーン2を作るんですけど、ここは名前を一応変えておきましょう。リプレイとかにしておきましょう。名前は何でも大丈夫です。このソースのところ、ここにメディアソースを入れます。でメディアソース、これもリプレイにしておきましょう。ここの設定なんですけど、このローカルファイルは指定しなくていいです。まあ自分が以前に説明したオーバーレイの動画とかではここにオーバーレイを選択してくれって言ってると思うんですけど、これはもう全然指定しなくて大丈夫です。変更が必要なのが、可能な場合ハードウェアデコードを使用と、一番下のアクティブでない時ファイルを閉じるってやつにチェックをつけてください。このチェックをつけたら OK を押します。今度はこのリプレイの上で右クリックしてフィルターを押します。フィルターを押したら、この下のエフェクトフィルターのところの下、さらに下、左下にプラスマークがあるのでここを押して、先ほどダウンロードしたこのディレクトリーウォッチメディアってやつを選択します。名前そのままで大丈夫です。でここ、ディレクトリーっていうのがこのリプレイが保存される場所のフォルダを指定しなきゃいけないんですけど、基本的に設定を変えてなかったら録画するときに設定したフォルダと同じ場所になっているはずです。なのでそこのフォルダを設定してあげます。あ、もう映ってきたね。で、エクステンションっていうのが拡張子、例えば MP4 とか MKV とか MOV とかバババっていろいろあると思うんですけど、今回は MP4 にしてるんで一応 MP4 で指定しておきます。フィルターのところ、これなんですけど OBS のリプレイって保存した動画ファイルの一番最初にリプレイってつくんですよ。なんでリプレイって入れておきましょう。こうすることでリプレイとして保存されたものだけが配信で再生されるようにできますんで、まあここの設定は重要なんで忘れないようにしておいてください。映す画像がないんでこれ俺なんですけど、まあ普通ここがゲーム画面だとしてリプレイを映しますって言った時にこうなるはずなんですよ。何も設定しないとちょっとフェードインフェードアウトがあるかなぐらいな感じで何も変わらないと思うんですけど、シーン間でのトランジションのかけ方を説明していきたいと思います。まあ、さっきみたいに
なんかピロピロピローってなってるやつのやり方をね説明していきたいと思います。はい、それではですね、まあもともと設定されてたんでチラ見えしてたかもしれないんですけど、このフェードってなってるかな、最初もしかしたらカットになってるかもしれないんですけど、このシーントランジションの下の枠、ここを左クリックして追加スティンガーを選択します。まあ、スティンガーの名前は何でも大丈夫です。したらこの動画ファイルのところにスティンガーを、まあ要はシンチェンジの素材を入れていきます。シンチェンジの素材なんですけど、まあ、YouTube でストリームスティンガーパックとかって調べれば出てくると思うんですけど、まあ、自作もできます。要望があれば動画作りますが、ちょっとめんどくせえなって人は調べてみてください。スティンガーパックとかで出てくると思います。そしたら今回は、まあ、先ほどと同じようなものを作っていきます。一応今ねそのスティンガーを設定したんですけど、一度 OK を押す前にトランジションのプレビューを押して、どういう感じに変化するか見ていきます。まあこういう感じで今変化するようになってるんですけど、本当はこのピロピロピロっていうなってるところで変わりたいんだけど、トランジションが入る前に A から B の画面に移っちゃってるじゃないですか。でそういう時はこのトランジションポイントを、数値を上げてあげます。多分500ぐらいにするとこういう感じで全部画面が覆われた瞬間にシーンが変わるようにすることができます。まあ、こういう感じで自分が好きなタイミングでシーンチェンジがするように変更してください。で、まあ、配信中って基本的に、まあ、サブモニターがある人はサブモニター見ながらやればいいんだけど、メインモニターしかない人はあまり OBS の画面とかは見れないじゃないですか。まあ、スマホで自分の配信画面見たりとかだと思うんですけど、いちいちあのリプレイを流すときに裏画面行ってポチってやるのめんどくさいと思うんで、シーンを変えるときのキーも、ホットキーとして設定しておきましょう。で設定からホットキーを押してシーンを入れておきます。シーンの切り替えってやつが出てくると思うんで、ここに、好きなキーバインドを押しましょう。では、ナムパッドの4と6にしてあります。で、適用して OK を押します。ナムパッドの4を押すと、まあ今ゲーム映ってないけど、ゲームの画面が映って、6を押すとリプレイが映るみたいな感じにすることができます。まあ、リプレイ映すときはこういう感じで、シーンチェンジを入れると分かりやすかったり、あとはこのリプレイのシーンの中に、まあ、ソースとして、テキストを追加してリプレイとかって入れとくと分かりやすい、くっそダサいフォントだけどリプレイとかって入れとくと分かりやすいかもしれないです。かなり雑なところあると思うんですけど、まあ、分かんないことあったら気軽に聞いていただければなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価コメントシェアまでよろしくお願いします。大変励みになります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。